最近あったきらめいたことは、多分家の前に桜が咲いてて、で多分もう散った。え、位置についてよーい、ワンツーワンツースリーフォー、サンドリオンザレディオ、楽しんでいこうね、あなたも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 みんなラリオ、理由なんていらないよ、ついてきてほしいの、約束ね、19時に集合。皆さんこんばんは、小山桃代です。皆さんこんばんは、塩入アスカです。二人揃ってサンドリオン。この番組は声の力で世界にきらめきをコンセプトに活動中の私たちサンドリオンがパーソナリティを務める文化放送で初の冠レギュラーラジオ番組です。イエーイ、サンドリオンザレディオ第104回目です。いいよいいよ、桃よ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 、何のことやという人もいるかもしれないんですけど、104はもう自分では桃よって、いやそうだと、そう、私のね名前の漢字が漢数字の100って使うんですよ、うんうん、だからまあ自分の名前を数字に例えたら104、うん、桃よのよを取って104だなってずっと思ってたんで、うん、まあ今回はねだから呼ばれたんじゃないかな、まあ、なんてね、2分の1なんですけど、偶然なんですけども、今週と来週は小山桃よとしおりあすかが担当しますよ、はい、よろしくお願いします。お願いします。もう最近あときらめいたことなんだけど、まあ、はい、開花宣言はもうされたじゃない？そうなんだ、東京。へえ、そうなん、ちょっと早いんだよね例年より。あ、そうなんだ。そうなんだけど、うん、もう全然それより先に、うん、多分桜だと思って、まあ、でも正直梅、桃、うん、桜の違いがあんまり、ね、あんまり分かってないんだけど。そうだね、でも確かに桜にしては咲くの早いなって思ってた、まあ、家の前って言っても近く、なんか割と近く、いつもこう家を出て、うんうん、駅までの道に通るとこにすごい日当たりがいい場所があって、うんうん、そこで咲いてたのね、結構早めに。で、まあ暖かいしもう咲いたんだと思ってたら、今日見た時にもう散ってた、散ってた、もうないないない、ほぼない、もう裸ら、桜ってそのなんか散る前葉っぱになる、葉桜になって、うん、でそこから完全になくなるじゃん、うん、葉っぱは、いや多分あったんです。ああった、うん、へえ、だからもう早いね、あの子が桜だったのか桃だったのか梅だったのか分かんないんだけど、あ、桜東京だと23日が満開？うえー、23ってしかも春分の日じゃないですか。21が祝日だった気がする。ん、あ、違う、じゃあ違うわ、私が嘘ついてる。23は平日かもしれない。じゃあ、うん、もう満開ってこと？そうだね、満開、今が一番満開ってこと？全然なんかお花見とかする予定ない。いや、ないよ。ないよね、お花見の予定もないし、うん、そんな言うて満開ほど今咲き誇ってるかな。でも結構時期短いよね、先週ぐらいに、うん、あ、咲いてるんだって思ったから、うん、確かにそう考えるともうそろそろピークが来て、うん、もう終わりになっちゃうぐらい。儚いね、うん、そうね、ほんと儚いわ春って、うん、春ってね、春って儚いから本当に。そうだね、大切にしてこう春をね。そうだね、みんなも桜の写真とか撮ったりしてね、うん、楽しんでください。そう、しかも4月1日はさ、もうね、6周年のワンマンライブが控えてますから、うん、わー、その話しちゃうか。そうだから、まあ今リハ中頑張ってますので、そうですね、ぜひ皆様足を運んでいただけたらと思います、はい、ということで早速始めていきましょう、サンドリーオンザレディオスタート。サンドリオ緑担当小山桃代です。はい、紫担当塩入アスカです。さて、まずは番組から大切なお知らせです。はい、2019年4月より放送してきましたサンドリオンザレディオですが、再来週4月5日水曜日の放送より
隔週更新にてお届けしていくことになりました、はい、来週は普通に放送が今まで通りあるんですけれども、うん、4月の5日からの隔週になりますので、はい、その翌週4月12日はリピート放送、そして次の更新は4月19日水曜日となります、はい、隔週での、ね、放送となるんですけれども、これまで以上に楽しい放送を続けてまいりますので、うん、今後ともよろしくお願いいたします。お願いします。まあ、終わるわけでもないですからね、はい、楽しくやっていけたらいいなと思うんですけど、うん、なんと、はい、サンドリオン、はい、韓国に行くんですね。ちょっとまだ詳細とかは出てないんですけど、そう、時期とかも、ね、出てないんですけど、やっとなんか、いや、まあ、緩和されてきたなとは常々思ってましたけど、ね、こうやって海外にね、うん、行ける日がね現実的に来るとなんか嬉しいよね。嬉しい、ずっと行きたかった韓国、ね、なんかまあ韓国のファンの皆様も、はい、喜んでくれてると思うんですけど、はい、日本からね、うん、韓国行きたかったんだよみたいな、ご飯も美味しいしみたいなね、うんうん、方もいらっしゃると思いますので、はい、ぜひね韓国みんなで楽しんでいけたらなと思います。まず詳細がね出ましたらお知らせしますので、はい、よろしくお願いします。ではここでリスナーさんから届いたメール紹介していきたいと思います。はい、はい、ででん、サンドリオンネーム、あ、間違った、ドリラジオネーム斉藤圭介さん、ありがとうございます。先日しおりさんがゲスト出演した鷲崎たけしのアコギファンクラブ参加しました。 ありがとうございます。少女から大人へをテーマに、はい、サンドリオの無重力ランデブーを含め6曲歌いましたが、はい、鷲崎さんたちとの愉快なやり取りをお酒を飲みつつ見られて楽しい時間でした。あ、よかった。声出し解禁現場は久しぶりでしたが、いかがでしたか？なんかそう、まあ、うん、私の時にはあんまり声出しっていうのなくて、うん、その最初にさ鷲崎さんが歌われるじゃない、うん、その時にセキララで皆さんとコーレスしてて、うん、それがすごい楽しそうで、うん、私も客席に混じってやりたかったな、うんっていうのがあった。すごい、でも本当にね、やっぱ客席からすごい堂々とした笑い声が聞こえると、うん、やっぱりトークもめっちゃ弾むし、うん、すごく楽しかったんですよ、いいね、うん、ちょっと見てたよ前半。あ、ありがとう、嬉しい。あ、本当、うん、ありがとう。お疲れ、緊張するよね。めっちゃ緊張したよだってさ、鷲崎さんとも2回目だしさ、他のさ3人、あ、でもさ、始まる前とかどうだった、なんか、うん、楽屋でお話とかしたの？あ、したした、うん、鷲崎さんLINE 交換しませんかって言っていいじゃん、しちゃいました。さきさんもドギマギしちゃってたでしょ絶対おいおいいいよみたいな僕から行こうと思ってましたって言ってくださって、素敵じゃないですか。嬉しかったです。いいねいいね、はい、お疲れ様でしたありがとうございました。続きましてアスカちゃんお願いします。はい、アインハルトちゃんからです。小山さん、しおりさん、こんばんは。こんばんは。しおりさんは先日鷲崎たけしのアコギファンクラブに出演されてましたね、うん、とても距離の近い会場で生で耳にするしおりさんの歌声は本当に心地よく、どの曲にもうっとりと聞き入ってしまいました、うん、そしてラストにはずっと聞きたいと願っていたソロバージョンの無重力ランデブーを披露していただけて大変嬉しかったです。いつもの盛り上がるライブも楽しいですが、いつかサンドリオンでもこうしてじっくり曲を鑑賞できるアコースティックコンサートが開催されたらいいなと思います。お二人はアコースティックアレンジで歌ってみたい、もしくは聴いてみたいサンドリオン楽曲はありますかなるほど、アコースティックバージョンね。これね、一回さ、うん、案出たんだよね。そうね、そう、ワンマンのなんか、うん、ワンマンの中の一コーナーみたいな、うん、ね、なんか全部じゃない、全部そのアコギのライブってわけじゃないんだけどっていう案が一回出てたんだけど、うん、結構サンドリオンの曲ってアコギにするのむずいなかなかねなっていう話になって、なったね、そう、これは、まあ、そのワンマンの中の一コーナーだったから、これはアコギにアレンジしたらもったいないんじゃないかとか、うん、そうそう、ライブはライブとして盛り上がる曲は残しておきたいし、ね、かといってこ、ね、あ、これをアコギにするのもいいけど、みたいな悩みに悩んで結局なくなっちゃったんだけど、うん、その案が。でも、君だけのオリオンとか、うん、キラーチューンとかも案になかったの。あったあった、あったよ、ね、うん、その時こう話題に上がったのはそれだったね、うん、そうそうそう、あー、そう、学園祭、学園さんならすぐ作ってくれるよ。確かに私たちも言ってるよね、なんかやりたいってね、そう、
うん、お願いしたい。一緒にライブやりたいですね、うん、マネージャーさんだけにはちょっと伝えてない。青木さんとかには伝えてないけど、でも鷲崎さんもアコギが必要な時はいつでも言ってくださいってこの間言ってくださって、いつか実現したらいいなって思います。確かに、いや本当いつかやりたいなとは言うね、うん、伝えてるんですけど、まだあの現実的な話は特に1ミリも進んでない。そうなんだよね。でもやりたいね。やりたいやりたい、ね、ね、羨ましいよね。なんか学園祭学園さんと一緒にライブやられてるさ、声優さんとかもいらっしゃるからさ、ね、あれこれいいなってね言ってるんですよ、うん、やりたいです。はい、続きましてカメトンタンさんからです。ありがとう。小山さん、しおりさん、こんばんは。こんばんは。サンドリオン6周年おめでとうございます。ありがとう。6年って長いですよね。小学1年生が中学生になるくらいです。6年前はまだ大学生だった自分も会社で部下に指導するような立場になっています。 お二人は6年間でここが成長したなと思うことは何かありますか？でも私は、うん、そのやっぱステージに立ったりとか人前に立つっていうところからも初めてだったから、うん、なんか慣れはしたなっていうのはすごい思うかな。なんかあんまり緊張とかもそこまではしなくなったし、うんうんうん、っていう感じかな。あ、なるほどね、うん、6年でね一番大きいのはそこかもしれない、うん、なんかでも逆に私6年前の方が緊張してなかった、うん、からこう結構こうと時が経つにつれて緊張しいになってる感じがする。なんか、だからもう求められる、うん、あのクオリティっていうのがやっぱ6年間で、ね、うん、高くなるじゃない。 それは、ね、もちろんありがたいことに、うんうん、だからなんかそれをに応えなきゃいけないっていう、うん、プレッシャーは6年前よりも今の方が強い。なるほどね、うん、ほんとサンドリオも特にそう、うんうんうん、だからよりいいものを作らなきゃみたいな、うん、そのまあワンマンとかも周年のワンマンとかさ毎年1年に1回やらせてもらってるから、うんうん、それこそなんかどんなテーマにするとか、うん、どんなグッズにしようとかどんなセトリにしようとかもそうだけど、うん、全部なんか前回よりもいいものをみたいなのをこう、うん、欲深くはなったかなこの6年で。あ、そうね、うん、いい意味でね、うん、そうね、そう結構さオープニングの映像とかさ、うん、もう私たち毎回さ撮らせてもらってるんですけど、うん、ワンマンの ねその案も、うん、今回もね 6周年のワンマンも結構案とかも出させてもらったりとか、ね、聞いてくださるしね。そうそうそう、でも結構話し合って、うん、こういうのがいいんじゃないかみたいな案も出させてもらって、ね、今日撮るんですけどこの後ね行ってきます。今日撮るんで楽しみにしててください。続きまして、はい、ラテちゃんからです。ドリラジオン2周年おめでとうございます。ありがとうございます。メジャーデビューに向けて3年目のドリラジオンをアップデートするとしたら、うん、どんなアップデートをしたいですか？やっぱり登録ですよね。登録声出しも解禁されたので登録に DJCD も作っちゃいましょう。ディシュシュだそうです。いい案。なるほど、アップデートね。でも確かに生放送とかもやってみたくない？やってみたいね。収録でさやっぱやってるからさ、うん、4人で生放送で、うん、ちょっと特番ちょっとした特番にさせていただいて、うん、勝手に確かにさせていただいて生放送とかね、うんうん、ありだよね。ありだってやっぱ映像付きだしさドリラジオは、うん、声でもだけでももちろん楽しめるけど、うん、映像付きというところね、うん、いいことだから そういうのも利用してやりたい。ツイスターとかね。そうまたツイスターやりすぎ問題みたいになっちゃうけどそうそうそう、なんかそういうのやりたいよね、うん、やりたい。こう体を動かしながらとかもなんかでだってできるし、うん、ここちょっとここじゃあれかもしれないけど、うんうん、広いとこちょっと飛び出したりとか。そうね、あとなんか自分たちだけのイベント、うん、あのこの間コミケには出させていただいたんですけど、うん、あのやっぱこう独立して、うん、って言ったらいいの、まあ、ラジオのイベントみたいな。そうそうそう、鳥ラジオのイベントっていうの項目で確かに開催したいなって思う。確かにね、うん、いいね、やりたい、ね、またグッズ作ったりみんなの前で怪人倒すみたいな。あーいいね、うん、いいじゃんいいじゃん、うん、下で登録。確かに文化放送の下の、ね、あのローソンの横の。確かに文化放送といえば時々だってね収録来た時にやってたりして、うん、なんかちょっと野次馬のごとくちょっと覗いちゃったりするもんね、こうやってね。あ、そういうことやってんだやりたい、楽しそう、うん、ぜひね、うん、実現したいです。やりたいです、いつか、はい、偉い人お願いしますはい、ということでたくさんのお便りありがとうございました、はい、引き続きサンドリオメンバーへの質問や相談事など何でも OK なので送ってきてください。ではここで1曲、サンドリオンで FAQ。
ロック心アップ、今夜中チェックしてね。 Baby time くるくる浮かぶ FAQ time time まとまらない、夢中みたい遠慮ボリューム、バイバイバイって気づいた。 Baby はそろそろ届く FAQ、ねえねえできたらね、寝ちゃう前に思いもも音声戦隊サンドリオン割れちゃった私パカー、はい、このコーナーではリスナーの皆さんから困っていることを募集します。きっとそれは怪人のせいに違いないので、我々音声戦隊サンドリオンがその怪人を倒していくコーナーです、はい、ではメールをご紹介します。お願いします。コンドルになりたいコンコルドちゃんからです。ありがとう。サンドリオンの皆さんこんばんは。こんばんは。最近私は記憶力が悪くなったと実感しております。あら、買い物へ行っても買うべきものを忘れたり、うん、眼鏡をどこに置いたか忘れたり、うん、挙句の果てに見ていたアニメのキャラが分からなくなったり、やばいです、うん、でもこれって怪人の仕業ですよね、うん、僕の記憶力を取り戻してサンドリオン。はあ、なるほど、はいはいはい、これは記憶力老いには勝てない怪人の仕業ね。まあ、ちょっとコンドルになりたいコンコルドさん、これちょっとおっちょこちょいかもしれないけどねまあね、どちらかというと か可愛らしいくない、だって。うん、そうね、うん、私もだって買い物行っても買うべきもの忘れてお菓子ばっかり買って帰っちゃったりするしそれは怪人の仕業かもねこれ余計なもの買わせてくる怪人の仕業そうだ だね、まんまとやられてるわコンドルになりたいコンコルドちゃんはおいくつなんだろうか。確かにね、うん、この老いを感じる年齢なのかしら、どうか、口を勝手に老いって決めつけちゃってるけど確かに確かにこっちがね、怪人の名を老いには勝てないにしちゃってるだけであって、老いてるかどうかは分からないけど、どうしよう18歳とかだったら、ね、倒せばいいだけだから18歳だとしても、そうね、ということで今回はお題が与えられているので、そのお題の言葉を交互に言っていき、一つ目からすべて記憶しながら繰り返していきます、はい、単語を覚えれば覚えるほど怪人にダメージを与えることができます。例えば果物っていうお題があったら、うん、みかん、りんご、ぶどうとかね、なんみあ最初みかんから始めて、みかん、みかん、りんご、みかん、りんご、ぶどうとか、そういう風に増えていくんですけど、それをね、どれだけ覚えられるか、やってみないとね、もしかしたらできるかもしれない。そうだね、確かにやったことないし、うん、やったことない、うん、だってみかん、りんご、ぶどうって覚えようと思ったことないから。そうだね、そうやってみたら意外とできるかも。
確かに。そう、諦めちゃいけない最初から。そう、老いを撃退しないといけないからはい。ちなみに今回も怪人に最もダメージを与えただろうという人にはオリオンのかけらがもらえますので、今日も頑張っていきましょう。では記憶力老いには勝てない怪人とのバトルスタート。まずは動物、どっちから行く？行くわ。オッケー、動物ならいけるかも。え、覚えればいいだけだもんね。そうね、うん、え、これもう言ってっていいの？うん、好きな動物から、うん、犬。あ、犬なんだ。猫、犬、猫犬、猫、ウサギ。犬、猫、ウサギ、犬、猫、ウサギ、ゴリラ犬、猫、ウサギ、ゴリラ、リス犬、猫、ウサギ、ゴリラ、リス、ライオン犬、猫、ウサギ、ゴリラ、リス、ライオン、トラ。犬、猫、ウサギ、ゴリラ、リス、ライオン、え、なんだっけに、いけるいける、まだいけるよ。ライオン、ライオンの仲間、あ、トラ、うん、いいの、ありがとう。トラ、うん、ネズミ犬、猫、ウサギ、リス、犬、猫、ウサギ、ゴリラ、リス、ライオン、トラ、何ネズミ、ブッタ、ブタ、犬、猫、ウサギ、ゴリラ、リス、ライオン、トラ、ネズミ、ん一番最新のが覚え出せない。一番最新結構ちょっと結構覚え出せない。あ、やばいかも。豚、うん、羊、やばい。犬、猫、ウサギ、ゴリラ、リス、ライオン、トラ、ネズミネズミ、豚、羊、うん、動物じゃあタヌキ。犬、猫、ウサギ、ゴリラ、リス、ライオン、トラ、ブタ、え、違う、え、トラ、ネズミ、ブタ、あー、あ、ん、ブ、あえ、わかんない、待って。ブタ、ヒツジ、あー、あー、私、自分が何て言ったかもわかんない。あ、やばい、ヒツジ、なんて言ったっけ？タヌキ。あー、すごい。アルマジロ。犬、猫、ウサギ。もうダメかも。もうダメかも。私バンジージャンプかもしれない。犬、猫、ウサギ。なんかあるんだよね。犬、猫、ウサギ、リス、ゴリラ、リス、ライオン、トラ、アスカが言ったやつなんだよね。トラの後にアスカが言ったやつなんだけど、ネズミ、ネズミって私が言った後にブタ、ブタって私が言って、アスカがやばい、バンジーだ、やばい。ブタ、羊、羊ってアスカが言った後に私が言ったの？そうだね。羊って言った後に私が、なんか言ったかな、うん、何系かな。その辺にいる、あの田舎行ったらタヌキ。おお。って私が言って最新、最新、あ、やばい、あー、はいはい、アルマジロ、おー、うん、来ちゃった、ここまで。すごい。じゃあキリン。あー、犬、猫、ウサギ、ゴリラ、ライオン、ん、ゴリラ、リス、ライオン、トラ、あー、ネズミ。あ、すごい。ネズミ、豚、すごい、羊、タヌキ、アルマジロ、
私なんて言った？うーん、あーあー、分かった分かった、あのあ、キリン、うん、あーあーカラス、あーやばい、また来ちゃった。全然もうアスカのね学ぼうと思ったのに全然学べない。猫、犬、犬猫うさぎ、犬猫うさぎ、犬猫うさぎ、なんかゴリラ、リス、ライオン、トラ、羊、トラ、ネズミ、豚、羊、私が言ったのじゃ羊え、私が言ったんだよね、うん、じゃあそういうことなんだよね、うん、タヌキ、うんうん、あでタヌキの後がアルマジロさん、はい、アルマジロ、キリン、うん、カラス、おすごい、いや無理かも、アスカもう次、あじゃあスズメ、うわやめてよ最悪なんでなんでなんでわかりやすくいこうかなと思って、あそっちね、うん、そうちょっと分かる、変装しやすいよ、ね、犬、猫、ウサギ、ゴリラ、リス、ライオン、トラ、ネズミ、豚、羊、タヌキアルマジロ、カラス、あ違う、アルマジロ、キリン、カラス、スズメ、メダカ魚記憶力大いには勝てない怪人は無事にオリオンのかけらへと変わったわイエーイ。じゃあ行ってきてくれ、いただきます。あ15個も覚えたんだ、すごい、ひどいよカラス、スズメ、メダカ、やばい、しりとり、おいしい、桃みたいなあれだ、ネクタ、あネクタ、イエーイ、美味しいです。最後連想させようか、いやでも無意識ですよね。そうでも確かに、うん、あのゴリラが一番出てこなくて、私ゴリラの後はなんかゴリラとかリスってさ、うん、出てきやすいじゃんしりとり、だからそれにしたのそういうことか、そう難しかったということで、こんな感じでリスナーの皆さんから困っていることを募集します。それは怪人の仕業かもしれません。以上、音声戦隊サンドリオンのコーナーでした。サンドリオンザレイディオ、飛ばさないで、消さないで、最後まで聞いてほしいんだ、ただ4分間だけの奇跡。お送りしてきましたサンドリオンザレイディオ、そろそろエンディングのお時間です。番組ではリスナーの皆さんから私たちサンドリオンへのメッセージ、各コーナー宛てのメッセージなどお待ちしております。宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8000 に文化放送超 A&G プラスサンドリオンザレディオまで。メールの場合はすべて小文字で son@joqr.net、 son@joqr.net です。また番組ツイッターで私たちの写真もアップされるので、うん、ぜひフォローしてください。そして番組のアーカイブが毎週金曜17時に YouTube の文化放送 A&G チャンネルにアップされますので、もう一度アーカイブでも楽しんでください。そしてサンドリオンからお知らせです。ベストアルバムサウンドオブベストが現在発売中です。さらにサンドリオン6周年ライブ、サンドリオン6スアニバーサリーライブ夢中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 を4月1日土曜日、場所はフッサ市民会館大ホールにて開催いたします、うん、チケットは現在一般発売中、イプラスさん、チケットピアさん、ローソンチケットさん、ミューモチケットさんにて先着受付のため、予定枚数に達し次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。また韓国にて開催されるイベントキムチクラカラオケに出演決定しました。詳細は公式ツイッターからの情報をお待ちください。その他サンドリオンに関する全ての情報はサンドリオン公式ツイッターをご確認ください、うん、ということで、いやちょっと頭使ったね。そうだね、うん、もう老いには勝てないわ、うん、本当に見てるコンドルになりたいコンコルネさんちょっと年齢をもしよかったら教えてください、こっそり教えてくださいということで、次回も私たちがパーソナリティ担当します、はい、それでは今回この辺りでお別れです。お相手はサンドリオンでした。バイバーイ。